第一航空株式会社は、大阪府八尾市の八尾空港を拠点空港として、小型航空機やヘリコプターを運航し、不定期航空路線事業や、遊覧飛行、操縦訓練、航空写真撮影、広告宣伝などの事業を行っている会社である。略称として、英語社名の、ファーストフライング CO、LTD に由来する FFC を使用しているが、 ICAO の航空会社コードは第一エアー KK に由来するドックである。大阪のヤオ空港内にヤオ事業本部、広島ヘリポート内に広島事業所を設置している。航空機の操縦教育、訓練機関として第一飛行学校を開設。依頼を受けて航空写真の撮影を受け負ったり、遊覧飛行を行ったりしている。2019年8月、ホームセンター。 高南の持ち株会社、高南株式会社が第一航空の経営権を取得し、高南のグループ会社となった。2019年現在第一航空は不定期航空事業の経験がなかったが、経営破綻した旧エアードルフィンの一部スタッフが、同社に企画書を持ち込み社長に直談判した結果、実現したというエピソードがある。沖縄事業所が扱う航空路線の予約、 案内等は同事業所のみで扱っている。運行当初沖縄路線に使用されていた BN-2B2008 年11月27日、従来琉球エアーコミューターが運行しており一時運休が検討されていた那覇アグニ線を継承することを発表し、2009年6月19日より運行を開始した。2008年12月16日には、 従来航空路線のなかった徳之島、沖野選ぶ島那覇線の新設も発表され、2009年6月20日に1日、一往復の就航を開始した。航空機は9人乗りのブリテンノーマンアイランダーを2機使用する。2009年に、ダックが撤退した後にエアードルフィンが、チャーター便を就航させたものの2008年に同社が、経営破綻し、運休状態となっている石垣波テルマ線の、 運行について、竹富町より要請を受け、就航を検討しているとの報道がなされたが、同社の季節路線の実績が思わしくないことに加え、ハテルマ海運がフェリーの運行日を増やしたり新型の総動高速船を投入し、就航率を引き上げたこともありこの時は具体化しなかった。2013年10月には同じく運休となっている石垣たらま線とともに、 就航を検討するため、地元自治体との協議会が発足した。アグニ線では、当初、見込んでいた80%の登場率を大幅に、下回る55%と利用が低迷し、会社が想定した赤字の限度額をわずか1年で、超える状態となってしまった。このため、2010年9月15日に、那覇アグニ、那覇沖の選ぶ徳之島の両路線から撤退し、 沖縄事業所を閉鎖することを発表したが、後に機材繰りを見直すとともに、国土交通省からの補助金を受けることで運行を継続すると発表した。また、10月以降は沖縄県からの補助金を受けることにより、かつて就航していた路線、編集不定期航空路線であり、乗客がいない場合は運休することがあった。那覇空港での乗降は滑走路海側にある、 同社格納庫前で行っており、ターミナルビルとの間は送迎車を利用していた。かつて存在した事業所。ありがとうございます。